書いたやつを順にできる範囲でご紹介していきます。飲むの忘れたので、同じテンポの再現というのは、下手でなのでできません。ただここの1枚目の肝というか要点は、雲で囲ったあたりの手での練習なら一拍ごとに足でカウントを取るのがいいっすよっていう話ですので、それをちょっとやってみます。でね、平たくしたりこう持ってもいいんですけど、これ以上下がらない状況なもんですから、下がらないもんですから斜めにしてこう持つことにしました。どっちでもいいです。特にこれが得意なわけではないんですが、1個目、四角で囲われてるやつです。4分の4拍子ってあるのは、そこに書いてる音符、四分音符、これが一拍が四分音符で4つ分、それでひとまとまり1小節になってますというお約束の書き方です。で、4分の4拍子、これが1拍、2拍、3拍、4拍、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1という感じですね。で、上に四分音符イコール120と書いたのは、よく BPM とかテンポとかいうやつなんですけど、四分音符1個が1分間に120なるくらいの速さでっていう速さの指定ですが、メトロノームリセットするときに便利という数字です。今日はちょっと無視してやります。で、例えば練習例です。右左左左左左っていう感じ。その他は例えばこう交互にやったでしょ。あと、バックの交互とか、左右左右1、2、3、4、1と、これが、交互でしょ。あとは後のと例で弾いたので一応やりますけど、パラディドルっていうこうスティックの練習やフレーズの展開を、なんて言うんだろう、フレーズの展開のヒントになるこうよくあるフレーズの集大成みたいなのがあるんですけど、それの一環で例えば色々あるうちの例えば1、2、3、4、1、2、3、4みたいにこう1個叩くのと2個続くのが混ざったようなのの繰り返しの練習課題っていうのがいっぱい、言い伝えがありまして、そういうのも同じように同じ譜面を同じように読むことができます。それにどういう意味があるのかというお話は今はしないんですけど、こういう譜面を見て練習するっていうことでね、出てくる話だと思うので一応触れました。次いきます。次はテンポが四分音符が60ってなってる2番目の譜面なんですけど、これの中に4分の4の次に書いてある四分音符に似たのがこうつながってるの、これ8分音符という名前の譜面です。
1分布1回トンとなる間に2回トントンと鳴らしましょうという、2倍鳴らせる、譜面っていうことなんですけどね。同じように1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、
ですけど、これも同じように今連打右右右左左左ってやったから交互だとしたら1234123412341234っていう感じ。あとパラリドル風にやるとしたら感じですね。こんなに音がでかいと思わなかったからビビるな。目立つな。これでやってみましょうか。3つ目は二分音符って呼ばれる音符が書かれてます。240のテンポのやつですけど、これは四分音符の2倍の長さ音が鳴ってますというようなものでして、1回叩く間にカウントを2個過ぎていきます。その間ずっと鳴ってますよみたいなイメージなんですね。で1、2、3、4っていう感じ。テンポはちょっと適当ですけど、2分音符の例をやってみた場合です。交互にやるとすると1234123412341234。パラリドル風にやりますと1234123412341234みたいな感じになります。あと次1234つ目の15のテンポになってるやつですけど、これはですね16分音符っていう音符が書かれてます。1つカウントを取る間に4つ鳴らせるくらいの速さなんですけど、1、2、3、4でカウント1回分っていう音符なんですけども、これを片手ずつやってみます。せーの1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、
パラリュールフォームいきます。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62
連打と単1回で切り替えるのとをの位置をずらしていっていろいろ練習しましょうってことになってですけど、この手の練習はこうやって16分音符でやることが多いんじゃないかなと思います。1、2、3、4、5、5つ目はこれはですね別にやんなくていいんですけど、1、2、3、4っていう風に打ってる間に1、2、3、4っていう風にこう拍ぴったりじゃなく動くんですよね。今回いきなりこれ練習しなしても混乱しちゃうと思うんで避けます。メトロノームがあったら安定して取り組めると思うんでやってみてください。1枚目の解説終わります。2枚目の解説をするとこあるかな。強迫の練習、説明か。さ、指揮を昔習いましたよね。こう棒があってさ、1、2、3、4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 というこう変なこうヨットの一筆書きみたいなのを宙に書くみたいな練習を遊びでしたことがあると思うんですけど、これもうちょっと崩してやりますと1、2、3、4、1、2、3、4、1みたいな感じで、ただこうやっちゃうと2番目3番目っていうのはこう区別がつきづらいですし、ちょっと C が大げさすぎてこう現実的がじゃないもんですから、こっちの方が便利なんですけど、要は何でもよくて、その中で特に分かりやすく振りづらいのが今の1、2、3、4、1、2、3、4、1、この1フレーズが戻ってきてピタッと始まるよ終わるよっていうこの感じが1の強迫と書かれた部分です。4拍子だよとか4拍の1フレーズだよ、4拍でひとまとまりのフレーズだよっていう時にこの部分っていうのは全体を代表する大事な部分になります。例えば僕がこうやってボソボソ喋っていても語尾がゴニョゴニョっとしてても言葉の最初さえどうにか聞き取れたらなんとなくこう耳がついてくるっていうことあると思うんですね。それと同じと思っていただいて大丈夫です。で、音楽によってはここに強いアクセントが、例えば音量というアクセントが入る場合があって 1、2、3、4、1、2、3、4、 これ音楽のスタイルでいろいろあるだけで必ず強迫に音量が強いわけではなくて、例えば小さくてもはっきりした音っていうことでもいいです。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、こう何がしか強迫らしさを持っていれば機能します。音楽によっては大きい時もあったり小さい時があったり、音色を変えて例えば1、2、3、4、2、2、3、メトロノームっぽいですけどね、1、2、3、4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 、
音ネームの現れ方はいろいろですけどもありますよと。なのでここのことは他とはちょっと区別して名前までつけちゃいましょうねと。ここでタイミング合わせちゃえばここがちょっとこうかすれたりゴニョゴニョってなっても、なんだかんだでいい感じになりますよというのがこの脅迫ですということが書いてあります。あとせっかくなんでいきなり飛ぶんですけど一番最後の紙に書いたんですけどアップビートとダウンビートっていうのを書き忘れたっていうのをここにちょっと付け加えさせてください。
こうね、一泊って数える、あの数えたり感じたりするときに、1、2、3、4ってこういう今こう息で閉じたというか、こうピタッとはまったような感じ、これを仮にもうまずダウンビートと呼ばせてください。ピタッとペタッとドンと、なんかいろいろな場合があると思うんですけど、この振りに合う感じ、これがダウンビートで、逆にアップビートっていうのをそれの対比として、1、2、3、4、1、この C っていうのはこう1に比べるともっと C って感じなんですね。そこがふわーっときたせいで1がピタッとくるじゃないですか。途切れた、途切れたので、続き、今ダウンビートとアップビートの話、アップビートいろいろありまして、例えばですけど、とっても今みたいに1、2、3、4、1っていう風にこう中に入ってる場合もあって、例えばそういう中ではこう叩くときに、こう一打一打が止まるような感じのものは、まあダウンビートと思っていいんですけど、パーンとこう上がって一回みたいな感じで、中にダウンアップビートが入ってるみたいな話題もあります。それとは別にもっとあからさまにドーンと開け広げなダウンビートもあって、年末だか年始だか の外国のコンサートで、定例のコンサートで、白いバルコニーみたいなのがあるとこで、テケテッテケテッテッテッテンテテケテケテンテンテンジャンテケテッテケテッテケテッテッテッテケテッテケテッテケテッ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 テあとは日本のこう、ドン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 ってこれでなんかも打ち放す感じで、ダッダーンダッダーンっていうのがね、アップビートっぽいと思うんです。こう開く感じとピタッとなる感じ、もちろん中間もあるんですけど、その2つがあるよって分かることで、この後ずっと 1、2、3、4、1、2、3、4 って数を数えて読み解く話、ごく基本的な話っていうところでご紹介している話の、さらにそれをもっと現実的に読み解くときに、あ、ここはアップビートのスタイルなんだな、ここはダウンビートが採用されているスタイルなんだなみたいな感じで、読み解きが現実的になると思いますので、言葉だけご紹介しました。今途中で切れたのを取り直したので抜けてないといいんですけど、ね、多分大丈夫で、今2枚目の説明でしたよね。で、一番最後にこう内的な働きが先ってあります。これが3枚目の説明になりますので、次でやります。3枚目、フラムの言葉を取り入れてくださいという話でした。これはさっきこう右左右左右左みたいなところでルルーリメンツっていうのがあるご紹介をしたと思うんですけど、その流れでこういうのが出てきます。装飾音っていうことでフラムと呼ばれ、名前がついて呼ばれているものなんですけど、こっちが飾りでこっちが本体で、まあ練習ではわりかしっていう
細かい感じで思いがちなんですけど、まあ、それはそれで置いといていただくとして、今話題にしたいのはパッっていうこれのこっちが指動作でこっちが出したい音だよっていうことです。つまりさっき1、2、3、4みたいにカウントを取りながらやった話で言えば、こっちの予備があってよいしょとカウントが来るわけですよ。カウントの前にここで息を吸ってここで吐くとか言葉を出すとか、ここで手を上げてここで手を振り下ろすとか、足を上げて前に一歩出るとか、そういう予備動作の仲間としてのフラム的な何か、フラム自体、フラムという言葉にこだわっちゃうとこういうのがフラムだと思うんですけど、こっちが出したいあのメインの拍の1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、こういう感じがちょいとこう添えて押し出してあげるような役割ですね。これをまず扱いましょうというのがこの3ページ目の話です。フラムタップとかフラムパラディドルとか書いてありますけど、これは、こういう練習があるそうですよっていう話で、フラムっていう言葉を出したついでなので、そのままフラムの言葉は置いて形だけ借りて先に進みます。4枚目続けていきます。予備動作の話というところに主眼を置きます。分かりやすいように予備動作と本動作をちょっと離れ目で、フラムっていうにはちょっと話したのんびりとした感じで続けたいと思います。上一番上の4枚目の一番上の例は、感覚は一定ではないかもしれないけれど繰り返される感じが生じますと書いたので、これを試してみます。こう押し出す感じがあると、単に叩くよりも流れが、雰囲気が残るというか、こうレビ動作があった方がなんだか続く感じがしませんかというのがまず第一で、今のは大げさな例ですので本当かって感じだったと思うんですけども、レビ動作がついた上でさらに一定感覚だったらっていうのが2番目の例でして、なんだろうこれ、そういうのもすでにありそうですね。チッカ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 だとかだと阿波踊りとかそうかもしれないですし、もうちょっと西洋の音楽でもこうなりますし、こういう感じにするともう
あ、普通に音楽が始まったなっていう感じがしませんか。この予備動作がなくてもいい、なくても機能として感じられてるっていうのが、さっき例として呼吸や手を上げたみたいなのを考えたんですけど、あ、言ったんですけど、手を上げたらそれは振り下ろすだろうって思ったりで吸ったら何か言うだろうと思ったり、そういうのと同じように逆にポンとなったら、あるいはわーってか言ったら、その前に息吸ったかなとか手上げたかなっていうのが自然に後付けでも連想されると思うんですね。もうそれがすでにベビ動作というの予感として、っていう感じでも含まれているっていう風に意識できると、こうさっきのみたいなことが、あってもなくてもどっちも同じものみたいな風に捉えられると、例えばですけど、こう1234123412341234っていうような音楽があったとして、音楽のこう演奏の指定があったとして、この感じが含まれてるよというふうに理解すると、こんがらなく、あの手がね、演奏するときも、こう予備動作と本動作が一つながりになりますから、こっちがあったらあったで、予備本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 、こっちだけでも予備本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 、こういう感じで予備動作があってもなくてもそこに予備動作の気配が含まれた音が出せると、左右がこんがらない、こんがらがならないっすよっていう話を、ツイッターのレスでしたのに、案に書きました。案にってなんだ、うまく書けなかったかもしれないですけど、こんがらがらないっていう話、手が同時に叩けないっていうのは、単純にこう同時に手足をやるっていう話もそう一方であるとは思うんですけど、ここではもともとは16ビートの読み解きのために、ドラムの練習パッドでのお試しをされているっていう話だったので、その読み解きに向けての話として、裏表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 っていう、いろんな近さ遠さがあると思うんです。いろんな裏と表、裏と表の近さ遠さが割合があると思うんですけど、それぞれ理解で感じられると、手がこんがらがらないし視野もこんがらがらないですよっていう話として、フラムの手の動かし方、いや、フラムという言い方を無理やり引き入れてご紹介してみました。なのでパラリドルの練習と、こう
左右にね、入れ替えの練習と合わせてこういう練習もされるとよかろうっていう話です。公園なので人がニコニコしながら通ってたりするんですけど、いいとしてください。で、あ、そう、で、この時に一泊で予備動作のことを裏、表、さっき言ったっけ先に言っちゃいましたけど、拍のカウントと同時に叩く、これを表とした時に裏、表、裏、表、裏、表って指動作の方、押し出す方の音を呼び込む方を裏に、裏と呼びます。表と裏と呼ぶからには、まあ表裏表裏表裏っていう風に表を先に捉えて思い出し、表っていう、あの表が鳴るからにはもうその前にアーに必ず裏があるよ、裏から始まるんだよって思ってもいいですし、そこはその音楽スタイルがどれだけ裏を強調してるかしてないかというのでも違ってくるとは思うので、適宜読み取ればいいと思うんですけど、けど裏はついてますよっていう話でした。そこで次のページに行って、基本的な用語は以上、ただし、ここで基本的なリズムパターンと受け取られているっていうのは、きっかけのツイートのことですね。そのきっかけのツイートの中で8ビートって基本だっていうような書き方が、言及がありましたが、そういった8ビートや16ビート読むときには、もうちょっとちょい足しが必要で、それが複合拍子という考え方ですということをこの後やります。ここまで一旦おしまい。複合拍子の例えとして、基本的な用語は以上っていう紙の下半分に書いてあるんですけど、これは1234ってあった時に1234っていう、今までやった裏から表裏から表裏から表っていう構造がありつつ、ただこう進んでいく、ただそれだけのものに加えて、1枚目ぐらいでやったいくつかの練習課題みたいな感じに見えるんですけど、1234 1234 1 2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  1
みたいなのが混ざ同時にあるよっていう、なんでそんな複雑なことするんだっていうのは説明してると長くなるんで省きますけど、まあなってるんだよっていう話にさせてください。で、1、2、3、4、1、2、3、4っていう、まず単純なのがあった時に1、2、3、4と同時にある場合には1、2、3、4、1、2、3、4、細かく刻んでたうちの片方がもう裏の役割と重なる。こういうふうになりますし、3つ、一拍が3つで分かれたものが重なっているときにはパッ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 1、2、3、4というふうに一拍ずつが3つずつに細かくなる、細かくそれぞれ叩かれているような場合に1、2、3、4と単純に叩けばこうなんですけど、1、
裏表裏表裏表っていう風にやっぱり裏の機能がそのまま同時に入ってきつつ均等に3つ分かれるってこともします。つまりそのさっき裏っていう風に単純に言った場合には均等さみたいなことはあんまりなかったんですよね。どういう風に表を裏が押し出すかっていう雰囲気だけの話だったんですけど、ここに均等に刻むっていうのが同時に複合表紙として同時に現れるっていうことで、表裏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 1234みたいに裏の位置がすごくこう均等ないくつかのうちの一つとして裏っていうのが出てくるので、これを抑制的にやると1234こんなですし、裏を目立たせると、例えば強く叩くことで目立たすと逆に抜くことで強調すると、こういうのも強調の仕方の一つかなと思うんですけど、それぞれ雰囲気が変わると思うんですね。でこの中のこの曲では、この演奏ではこの辺っていう感じで、いろいろいいポイントで具合を加減を適宜やってるので、均等に叩いてもちゃんと裏が入っていてっていうこなし、あと一番下の2分音符が並んでるのはこれ何かっていうと、1234のとこに1234121212っていう細かく割る方じゃなくて大きく捉える方の複合が入ってるっていう話なんですね。こうでこのさ2拍子ドーンドーンドーンけども単純に均等に叩いちゃうと、それは2拍子というよりもただのゆっくりの1拍子1111ってことになっちゃうから、実際の演奏で2拍子やるときって大体はドン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 12121212って感じで、例えばですけど1と2がこう緩急がついたりするんですよ。で複合拍子になったときにその関係はそのまま取り入れられたりするんです。こう1234 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 1234
みたいな感じで、こういうふうに同時にいくつかの今までの捉え方が同時に起こると複合表紙って言うんすよって話で、次のページに行くと86ってやつが載ってます。8分の6拍子ドッツタッツ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 、あんま均等じゃない場合には 1、2、3、1、2、3、1、裏表、裏表の関係だけでいいんですけど、一拍を均等に割った方がかっこいいぞって場合には 1、2、1、2、1、2、1、2という風に均等に割りつつ、もう一つ2拍子が複合的に入ってくると、ドン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 ド
ていうのと1231231231212っていう2拍子と123456123456123456123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 1
まさに複合表紙の例としてよく取り上げられるので分かりやすいものじゃないかなと思うんですけど、なんて書いたかな、あ、そうそう、で一番下の方に書いてあることはさっきも言ったことなんですけど、2拍子8分の6拍子のうち 1,2,3,1,2,3 という細かく3で割る方はまあ表裏ということでよくて、二拍子の方についてはトン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 、こうちょっと緩急がついた方が1111ではなくて1212112っていう行ったり来たり感が出ますので、その緩急として、例えばですけど、1212112112ってこう、音色が変わってみたり、タイミングとして1212112112と1と2でタイミングでアクセントをつけてみたり、言葉でもそうですよね。わあっていう時にあっえっってこう音色を変えて強調することもあれば、あっみたいなあっこう溜めて強調することもあれば、あっこう突っ込み気味で強調することもあれば、いろんなアクセントの付け方があると思うんですけども、音量に限らずいろいろあって、そういうのをうまく組み合わせていろんな二拍子があるってわけなんです。どん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 、これがどん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 って、あの一拍の繰り返しにならないいい二拍子の感じになるように、いろんな方法はその時々であって、でこの8分の6に取り入れられている二拍子もそれぞれの方法を、タカタ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 ってなってたり、いろいろな方法があるんですけど、そのようにして複合表紙が出来上がっています。その方がタッ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 という一拍ではなくて、タカタ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 、強迫がちゃんとね、タカタ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 タッと戻ってくる感じがちゃんと表されていると、8分の6拍子である楽しさが出てくるよっていうことなんです。さらにそれを発展すると、脅迫が複数ありえますよって書いてある。あ、そうそうね、もう言ったことなんですけど、呼び名としてタカタ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 と一拍を割っていく中で、タカタ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 と、まず一拍ごとに強迫がピタッと合わすとこがありますよね。ほんでもって二拍子の方では、タカタタカタタカタ、違う、タッ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 というふうに強迫があると、そうするとタカタ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 、一番最初のところには強迫が二重に来るんですね。二番目のところにはこの絵でいう B のところには強迫が一個分だけ来るということで、全体のリズムパターン全体を揃える、2つ強迫が重なる、複数の強迫が重なる、ここは
今まで通り脅迫として自分パターン全体の脅迫として扱うんですけど、高かったこっちの1個だけ脅迫が重なる部分は中脅迫と呼んで、区別しましょうと。高かった脅迫についてはピタッとタイミングを合わせるのが脅迫らしいですよっていう話をさせていただいたんですけど、中脅迫についてはそういうことは別になくて、逆に脅迫との差をつけるためにのんびりしても、そんなにのんびりしたり、なんつうの、ぴったりしなくても、タイミングがずれてもそんなに変なことにはならないんですけども、やっぱりそこにアクセント、いろんな形でのアクセントが来て、その機能を表す、ただの約束事っていうよりも機能としてあったらいいよねっていう話がここに表れてるわけなんで、無理にやることはないけど、やったらそれなりにいいことがあるみたいな話なんで、やんなきゃいけないって決まりとかじゃないんですけどね。この A のところの脅迫は今までの脅迫らしくピタッとくるんですけど、 B のところもピタッと来ないにしろ何かしらのアクセントを持って、リズム全体のこうシェイプをボンキュッボンとこう刺してですね、メリハリをつけて、で全体としてチリジリにならないように一つのリズムパターンがあって、でまた脅迫に戻ってきて、一つのリズムパターンがあって脅迫に戻ってきてっていう風に、その機能を、波をきれいに作るためにメリハリをつける中脅迫っていうのがありますよと。逆に言えばこういう中脅迫が入ってくるからこそ、8ビートや16のビートみたいに言われるやつは、複雑味というか面白みが増すとこがありまして、それだけに、複合拍子の考え方を取り入れていただかないと、8ビートや16ビート、16ビートっていうのはちょっと読み取りづらいですね。別に言葉自体はどうでもいいんですけど、その考え方がないと、次のページに、次のページにあるように、4分の8拍子の8ビート、8分の8拍子の8ビートっていうのがあるのとの差別化ができないんですよね。単純に8で繰り返すリズム、1234567 とかね、こういうリズムがあった時にこれはこれで踊れると思うんです、それなりに合奏があったら。けど一般にロックとかで言われてる8ビートはそうじゃなくて、こういうのは脅迫だけじゃなくて中脅迫も入ったアクセントが入って、途中のアクセントでさらに表情がつくので、またちょっと単純な8ビートとは違うんですよねっていうのが、これが1個戻ったところで、今日本で普通に8ビートって言われているのはただのニックネームで機能を特に表してないんですよっていうことが一応触れてあるんですけど、まあそれも言葉上のことなんで、どっちでもいいっちゃどっちでもいいんですけど、複合表示としての4分の4拍子でロックフィールとかポップのフィールとか、そういうものとしての8ビートは複合表示の8ビートなんですよっていう、中脅迫を含んだ8ビートで、っていう方、これは、
裏表、裏表っていう機能を持って1、2、3、4、2、2、3、4、1、2、3、4、2、2、3、4、1、こういう裏表、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 均等な片方は裏の機能、簡単、均等な片方は表の機能を持っていて、でその中で1、2、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 
2ビートも入ってて、で1234 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 1234
もちろん同じです、16は多分例を書いてないと思う。あ、書いてあった。今僕が見ているページの下半分に、なぜなら暗示されている機能している予備動作がそれぞれに異なるから、これらを無視してしまうと別物になっちゃうからですっていう部分について、8ビートと呼ばれるリズムの形をなんとなく例にして、1234と1212と1234567812345678が同時に入ってるよっていうのを見せました。それと1234567812345678123412314っていう8ビートとは見かけ上似たような譜面の書き方になる場合もあるんだけど、求めてるものが違うので結果違いますよということが言いたかったです。で、めくると16ビートも同じように書いてあります。これ全く同じです。こっちの方が口で言いづらいんで困りますね。1234っていうものと、今のがね C、丸 C って書いてるやつですね。で B って書いてる2ビートのタイプ1212121212だ。これが B。あと A のこれがね、この回では説明が覗かれてるんですけど、4っていうのはすごく便利なんですよ。一回もう4の表紙に絡んじゃうと、4を4回繰り返したひとまとまりみたいな感じとか、何かと4がねみんな大好きになっちゃうんです。一回4が出ると、すると4を2回繰り返したらひとまとまりとかね、4を何とかしたら何とかみたいなことがやたらと使いたくなるのが4でして、4は便利なんですね。なのでよ、この丸 A の4拍子も入ってきます。
4の説明はここまでにさせていただいて、この C のタカ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 タ同時にこういう構造が現れるのがロックポップスでいう複合拍子の16ビート16ビートなんすで、裏が1拍ごとに裏があるし、1拍目2拍目3と3拍目4拍目で2ビートなんだったッタ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 っていう感じが入ってるし、1234123C1234C1 っていう4拍子の感じも入ってて、その大きな流れを思い浮かべながら、まあ同時にっていうのは何なんで、今は A を思い浮かべる、今は B を思い浮かべる、今は C を思い浮かべるとしながら同じパターンを練習することで、それぞれ思い浮かべて、どれでもいつでも馴染みがいいような感じがしてきたらもうできてますっていう話なんです。表と裏、これも歌いながら見せ示させていただいたのと、次のページね、同じなんだけど、表裏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 なんですね。こうこの場合には一番最後の4つで割った一番最後に裏が当てはめられてて、これ4拍子とか2拍子2ビートとか4ビートの部分ね、これが表紙のこの1234とか1212っていう部分の裏ががないで、単に4つ刻んでアクセントをつけて、やったときに、フラッと見て、フラッと見てみたいなのがなしでやってしまうとちょっと別物になっちゃいがちなので、まあ偶然セーフ、特に変わりませんってこともなくはないんですけど、それで全部は通せなくて、やっぱり裏を気をつけてないとなかなか OK、 万事 OK になりづらいので、こういうふうに裏が入ってますよっていう、裏の役割が入ってますよっていうことをご案内しました。でこれは随分まあ遡ると裏って特別叩かなくてもいいんですよね。で8ビートだとこうでした、いきます、1234 1234、これを1234 1234 1234
っていう風に気分で叩いた時と、次16ビットね、16ビット。とこっちの気分としては、これ8ビートで、8ビートで、つく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 。これは16ですよっていう風な違いがこっちとしてあるわけなんです。そういうちょっとした心構えの違いが、ふとした動きや何かに出てきたりするので、音が鳴っててもなくてもこういう考え方はずっと通底してますよ。特に合奏ってなった時に他との噛み合いがこういった基準の上に全部構造が乗っかるものだったり、共有しているものなので、ドラムのタイミングをメトロノームにして叩くタイミングを合わせるってだけだと話は別ですけど、こういうリズムをみんなが持ってみんなが絡み合うっていう話だとすると、ビートビートでも16のビートでもドッパンドッパンドッパン、あるいは2ビートでも、あるいは4ビートでも、全部これ同じ音の形になることはあるんですけど、叩き分けっていうのは、叩く方の気持ちとしては、あるいは演奏する人の気持ちとしてはあるんですよねっていう話です。補足、補足、補足はもう触れました。大丈夫大丈夫、ダウン、最後のページ、ダウンビートとアップビートも触れました。分かりやすかったかは分かりませんが、どうにかバッテリーと容量も持ったっぽいです。以上、全部のページを読みながらビデオ解説してみました。違いなし分かりやすくはなかったかもしれません。まあそういうことで終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。